Hello, what's up, guys? My name is Lian と。はい、どうも皆さん、こんにちは、コールドです。ということで、今回の動画は、今、フォートナイト内で一番強いショットガンは何ですか？チャージショットガンです。そうなんですよ。チャージショットガンが今、圧倒的って言っても過言ではないぐらい強くて、っていうのも、この前のアップデートでいろいろ変わって、チャージショットガンが今強いんですよ。なので、今回は皆さんに、そのチャージショットガンの使い方を、いくつか紹介していきたいと思います。それでは、早速やっていきましょう。レッツチャージショットガン。はい、ということで早速やっていくんですけど、まあ一応今ゲーム内でゲットできるチャージショットガンは緑から金までで、だから緑と青は4発ずつで、紫と金は5発ずつまで撃てるんですけど、チャージショットガンの最も特徴的なとこといえばこのチャージ機能で、このチャージするとめちゃくちゃダメージ力も上がるんですけど、同時に弱点もあって、敵からしたらめちゃくちゃ無防備な状態を晒してるようなもんなんですよ。っていうのも、このチャージしてる状態の間は建築もできないし、なんか特殊な動きとかもできないんで、撃つことしかできないんですよ。なので、上手い敵だったら、この、あ、溜めてるな、顔出さずに、まず建築して、こう階段置かれて、こう囲われる。で、そっから囲われてしまうと、この僕が敵視点にはなってるんですけど、ちょっと上手くね、こうリセットとかされて遊ばれてから撃たれちゃうみたいな感じで、まあ敵の好き放題できるようになっちゃうんで、まあ状況にもよるんですけど、チャージせずにあえて早打ちするってのも一つの手です。で、その早打ちなんですけど、こうちょっと長押しで話すっていうよりも、あの打つボタンを2連打、こう2回押すだけで、なんて言うんだろう、中国産のポンプみたいな感じで、ちょっと2回押さなくちゃいけないんで、ちょっと遅いんですけど、まあ最速で撃つことができるので、それを頭に入れておくとめちゃくちゃ強いと思います。このチャージショットガンは張り替えにも実は使えて、普通に緑でもこの木の150って書いてあると思うんだけど、マックスチャージで半分以上削れるから、一回こう例えば AR9 だけど、ちょっと壁を削って一回殴ったりしてからのマックスチャージで、こう張り替えに使うのも全然あり。でも結構これってタクショではあるあるだと思うんだけど、意外とチャージショットガンで張り替えに来るとは思われないことが多いので、まあ一回ね、壁殴って、起きて、フルチャージでこう、しちゃえば張り替えれるから、これもぜひね、使ってみてください。まだ使ってない人は。で、あともう一つちょっとした理由が、まあ敵にもよると思うんですけど、このチャージショットガンで張り替えに来るなって思ってる人が、意外と少なかったりもするので、この溜めてる状態の時に撃ってくるなってのは敵の頭の中にもあると思うんだけど、まさか張り替えてくるなって思ってないから、その敵も壁を押さえてることがあんまりないんだよね。だから、そこでしっかりと張り替えることができたら、敵も待って張り替えられたんだけどっていうところをついて、こう編集して撃つっていう感じで使えるので、これもぜひね、使ってみてください。次に紹介する技は、前にも紹介したと思うんですけど、チャージショットガンのこの溜めてるところって、ドアを開けるときだったらずっと溜めてることができるんですよ、こういう風に。なので、こういう風にドア編集して、こうチャージして、そのままドアを開けることができる。で、すぐ撃つこともできるんで、これをうまく活用して、ボックスファイトでマックスダメージ、最大火力を敵に与えることができます。もちろん、使い時にもよるんですけど、例えば敵が、この、ここにいる状態のときとかに、こう、右側にドア作って、チャージして、こう、ドアを使って、こう。で、すぐ戻るみたいな。こういう感じでうまく使うこともできたりするので、こう閉めて、こう来て、こういう感じ ?41 ってなんやねん。一応こういう風にチャージショットガンを溜めた状態で撃つこともできるので、ぜひこれをボックスファイトで使ってみてください。次に4つ目も壁編集を使ったチャージショットガンの技なんですけど、この壁編集って意外と今でも結構昔から存在するんですけど、使ってる人が少なくて、これを使うことによってチャーショとの組み合わせがめちゃくちゃ強いんですよ。というのも、これでやるじゃないですか。こう来てから、まず一つ目のオプションとしては、こう後ろに離れて、こう撃つことができる。で、敵に当てる。で、二つ目の手が、こう来てから、ジャンプしてすぐにリセットする。これができる。で、三つ目が、こう来てから、右からこう出て、こういう風に撃つことができる。この三パターンを、この壁編集で使うことができるんで、意外とチャージショットガンとうまく組み合わせると、敵をびっくりさせることができると思います。結構ね、この右上三角はもうすごい、なんていうの、100人いたら100人、101人が使ってるぐらいだから、結構読まれやすいんだよね。それこそいろいろ対策法とかもあるし。あえて、この右上三角じゃなくて、こういう感じで。こういう感じ?今リセットミスったけど、まあ、こういう感じでね、うまく使うことができるので、ぜひ皆さんこの壁編集も
使ってみてください。ということで、最後に皆さんに紹介したい技は、海外のフェイズ・マルトスっていうめちゃくちゃ上手い人がやってた技なんですけど、この0ポイント石を使った IQ200 プレイ。で、これをまず使います。で、そこにコルドさんが今こもってるんだけど、バイバイバイ。まず、こう敵のボックスにプレッシャーを与えて、行くと見せかけて反対向きます。そうすると敵は編集するから、そのままこういう風に、後ろ向きで飛ぶ。そしたら、見てこれも。気づいた頃にもうボックスの中に入り込んでるんだよね、これ。はい。ということで、まあ、もう一回見せると、こう来て、壁に一回プレッシャー与えて、はい、敵が来てます。どうしよう、こう行く。編集した、今だ、できた。おお、やば、どこで、こんな感じ。すぐに撃てば、敵結構ダメージ与えられるし、そこから P90 とか持ってたら、ほぼ確実に、キルが取れるので、ぜひ皆さんこれやってみてください。マジでかっこよくない普通に。しかもね、マジで予想されない、これは、今。っていう感じで今回はちょっとね、以上、何個かな ?4 つか5つ、チャージショットガンで使える技とかを紹介したんですけど、いかがだったでしょうか?決してね、別にネタがないわけで急いで撮ったわけじゃないんで、ぜひ皆さんこの動画が少しでも参考になったら、高評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。コルドさんのチャンネルも概要欄に貼っとくんで、ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。Peace! Peace!